30代半ばの牧野正信は、日本の柔道家、政治家、秋田県山本郡、浜口村の出身で、弘道館入門は1913年。1924年に、明治大学政治経済科を卒業すると、設立されたばかりの旧制弘前高等学校にて、講師を約1年ほど務めた。その後東京に戻ってからは職らしい職には就かず、柔道の稽古に明け暮れる毎日に。1930年に第1回全日本選手権大会が開催されると、牧野は一般少年後期の部に第2区代表で出場し、福岡の島井康之助五段に次ぐ準優勝という成績を残した。1931年に母校、明治大学の選手を引率して渡米し、カリフォルニア州とハワイ州で柔道を紹介し、1937年の満州遠征には理事を務める東京学生連合会の監督として参加。このほか弘道館審議員を務めて、南京次郎館長の秘書を手伝い、1940年の全日本東西学生対抗試合や橿原大会にて世話役として尽力している。太平洋戦争末期の1945年3月には、郷里、秋田に帰り、浜口村の村長に推挙されて、公人としての役を務めた。その性格は温厚にして協調性を重んじ、プライベートでは長女に養子を迎え次女も嫁がせるなど、充実して、孫にも恵まれている。趣味では書に秀で、またカメラも素人の域を脱していたという。1947年7月31日付で、弘道館より八段位を隠居。晩年は、東京へ戻って好きな道に邁進する予定であったが、1948年に胃潰瘍のため、能代病院へ入院し、同年3月9日に他界した。ありがとうございます。